さあ皆さん、暑い日が続きます。そんな時はですね、お昼ご飯とか僕は大体、そうめんとかお蕎麦とかうどんとかそういうのをこうつるつるっと食べるんですが、今日はですよ皆さん、まあ僕のそうめん、それを作って食べたいと思います。そうめんです今日は。そしておかえり。よかった。いいよ大丈夫。もうすぐ行く？そうめん食べる？飲んでる？いる？別にどっちもいいよ。そうめんいらん？食べれるけど別に。食べる？どっちもいい。びっくりした。ちょっと息子が事故から帰ってきましたね。おかえり。ただいま。暑いやろ。暑い。OK、じゃあちょっと撮ってるよ俺 YouTube。 さあ今日は、こっちですね。これまだ食べたことないんですが、中華そうめん、美味しそうよこれ。それにまあちょっとこれも空いてますが、イボの糸、これでちょっと作っていきたいと思います。まあもうほんま普通なんですが、皆さんグーってどんなんしてます？僕はもうね、これっていうのがあるんで、そのこれをちょっと作っていきたいと思います。まずちょっと卵、薄焼き卵作っていきたいと思います。まずはまあ卵2つ、これに軽くこれお母さんにもらったんですか、実家の最高に美味しいよ。これ猫ぶだしちょい入れて、あとは薬味を切っていきたいと思います。まずみょうが、ですね、このね、暑い時にもなんか簡単に作りたいから、それに先ほど焼いた粉々でした。うまいよ。ちょっと先洗っちゃう。でもうお湯は
すときは熱々のお湯を入れて、そうめんなんて1分2分なんで1分ぐらいかな。ちょっとね4口あるけど、こう火力が強いんで、お湯を沸かします。沸かしてる間にこれ切っちゃおうか、切ってみようか。で、これ好きなブロッコリーですね、ブロッコリーのスプラウト。具はこんな感じです。これをそのまま飲もうかな。で、こっちわさび入れて、さあイボの糸、みんな食べるから4束いきましょう。で、これは2分からね、ちょっと太めなんですかね。できる、楽しみや。もうね、ぐらぐらやらないんですよ。そう、1分ぐらいザッてやって、ちょっとだけ置いといてぐらいの方がスラーッとしちゃいます。このキンキンに冷えてるところにザバーとかつめた、で、このお水も再利用します。で、これがどんなもんなの。うわ、匂いもそうめんちゃいますね。もう中華麺ですね。でちょっとさ、こんな感じでいかがでしょうか。出来上がりました。僕のそうめん、今日は中華そうめんの入れた2食麺でございます。いただきます。さあ、それでは気分をちょっと暑い、このね、ミーン言うてる中でいただきます。そしてこれがですね、前日漬け込んどいたやつなんですが、一回味見したらそこまで出てなかったんで、一回弱火でちょっとコトコト炊いてみました。すると椎茸が出るんじゃないかなと。夏やね、まだみーん言うとるわ。ではちょっといただきます。まずネギちょいわさ、ちょ、あ、でもわさびねん方がよかったかな。そしてごめん、まあちょっとそうめんか。氷がいい、いいですね。氷っていいですね。ああ、まずこのまま椎茸の香りしてくれ。
まい。うまいな。キンキン冷えてる。で、僕は大体いつもこういっといてのここに卵でシースオーバーでこのブロッコリースプラウトでこのカニカマ一気に持ち上げて、うまっ。これいきたいな。このままか。だからこれは冷やし中華で。あーうまっ。オーソドックスなそうめんでしたが今日は。でもこんなもんでしょ。なんかごまのねやつとかくるみのタレとかそういうのも好きなんですけど。やっぱ僕この椎茸のこれが一番うまい思ってます。でもよう考えたんですよ、中華麺やったからええけどみんなのそうめんってどんな感じなの。僕そうめんにわさびって考えたら僕生姜の方が合うと思うね。でもみんなまあほんまおうちおうちのそうめんというかうちの実家はきゅうりも刻んでたな。だからもう冷やし中華みたいな感じ。それにハムやけど僕はしそみょうが卵カニカマ好きなんですよね。カニカマがうまい。でハムでもええねんけどカニカマぐらいがベストかな。美味しかった。こうやって線香を焚いて外で暑い中でガンガンクーラー効いてる中で食べても美味しいけどやっぱりちょっと外でねこの氷が溶けへんうちにキンキンに冷えてる時にいただくそうめん最高でございます。ありがとうございました。また何かこうリクエストがありましたら、まあリクエストもねちょっといろいろ見ててなんかそうですねまた作っていきたいと思います。というわけで今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。見ていただきましてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。